はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ、今回から原始編やっていきたいと思います。まあ、こういうね、いろんな時代をやっていくと、やっぱクロノトリガーをめっちゃ思い出すよね。あの原始編とか言われると、遥か遥か昔の原始時代、厳しい長老のもと、相棒のゴリと気ままに暮らす少年が狩りを許される年になったある日、言葉のない時代、人間も強い嗅覚を持っていた。匂いを嗅ぐことで獲物の場所や危険を知ることができたのだ、というところでやっていきましょう、原始編。まあ、どんな感じの物語になるのか。もう SF 編はマジでボス戦しかなかったからな。なんか来た。こいつら喋んない、そういうこと。なんか女を連れてこいみたいな感じだよね。いや、捕らえられていたのか。でもなんでこれだけでロープほどけるとか、ガバガバだろ。逃げ出しましたとさ。こいつ見張りじゃなかったの。ん、やっべ、逃げられたみたいな。俺はこのままじゃクビだ。シュン。あれ、こいつは。なんか出てきた。どうやって走ってんだこれ。原始時代のくせに文明はすごいな。謎の動力で動いている。かつての人間は神秘的な力を持っていた。謎の力で車を動かすことができた。こいつ何やってんだ。予備の車を持ち出してきてんのか。え、どういうこと。まあ、とりあえず捕まえてた姫的なものが逃げ出したから、まあそれを再び捕らえに行こうと。まあ、これは多分悪役サイドの方だね。広大だな、かなり。マンモスか。え、なんかどうなの、なんかマンモスあんまり大きい感じしないんだけど、こうやって見るともっと巨大なイメージがあるけど、だってあの人間があの大きさでしょ。ってことは人間4人分くらいしかないよね。しかもマンモスめっちゃ速いし、集団できた。これは恐竜の化石か。恐竜はもうさすがに滅びてるよね。原始編接触。いや、マジこいつは喋んねえのか。いやー、エイラだって喋れたのにな。名前はこれでいいでしょう。んてか、なんか右のやつ何なの。
ゴリとか言ってたけどさ、動ける。こいつ起こす。謎の生命体だ。ステータス見れるね。あ、レベル1か。でゴリはレベル4。装備骨だけかい。獣の骨、散在する獣の骨。いや、何も装備してねえわ。これ取れんじゃん。木の棒を手に入れた。え、なんだこれ。食料か。こいつ寝てんな。なんで行く手を塞いでんだよ。これ多分長老、長老あっちにいる、行けみたいな、急いで行けみたいな感じか。ちょっと穴見てみよう。結構いろいろ行動はできそうだな。お、あんじゃんアイテム。勝手にパクっていくけどさ、硬い石、木の棒また手に入れた。毛皮、え、なんか素材だな。え、あ、そうか、話してもさ、あれ、なんだ、うんうん、5人3人ん。意味わからん。え、まあ、こっちかこっち、どっち。え、これ何、その大きい方、人が多い方を選べばいいのかな。まあ、全然わかんないけど、こっちだ。うんうん、これなんか金かかんのかな。え、どっちどっち。おお、ギリギリ当たってた。いや全く分かんない、もう2択だからね。 50% で、え、何何何、何にもくんねえんだけど。まあいいや。そっか、人がいてもなんかヒントになるものちょっと難しそうだな。3人いるけど後ろなんかあるぞこれ。うん、意味がわからん、うん、え、なんか戦う。え、あれ、なんかどっか行っちゃった。これは火。まあいいや、パクろう。骨、なんか素材はでもなんか集めとくだけ集めておいた方が良さそうだな。木の棒、これを組み合わせてなんか作っていくのかな、原始的に。で木の棒となんか石みたいなのが、石斧が作れそうじゃん。なんか上光ってなかった今。もうこれ取れないよね。でも先行こう。でなんだ、どこ行ったんだ。血を離してみる。兵をこかれた。話せない、話せねえわ。話せるやつはこれ。え、なんだ、え、なんだマジで。え、意味わかんねえ。は、あ、ここなんか長老の家っぽいね。なんか入り口のところに装飾がある。長老、ちょっと待って、先にこれパクろう。パクらせてもらうぞ。また木の棒。その木の棒システムをちょっと理解するまで何に使うのかがわからん。長老もでも結局話してくれないんでしょ。鹿、おい、石斧、ま、狩りだな。肉、肉取ってこいみたいな。獲物を飼って肉を取ってくるのじゃみたいな。右の方にも部屋あるけどね。ん、うんうん、はい、来い。長老の座ってたとこ気になる。なんかないのかな、いいもん隠し持ってないのか。火は別にこういう反応だよね。奥行ってみよう。うん、来られた。すいません、なぜわかった、奥に入ろうとしていたことが。それが長老の力か。あ、ここが空いてるね。右、骨がある。
これは何屋さんだ。うわ、なんかニコンじゃん。これパクっていいのかな。怒られそう。怒られた。貯蔵庫、これでっかい肉か。食料庫的な感じなんだな。でキラーって光ってないからアイテムではなさそう。あの労働の途中にさ、なんか説明画面が出てくるんだけどさ、労働が早すぎて読み切れないんだよな。ここもなんかあるね。これなんか交換してくれるのかな。木の枝、石、石用のアイテム合成。異なる2つのアイテムを組み合わせることで新たなアイテムを作ることができます。あ、ここで合成できるのか。もうだから木の棒、え、使った。どういうこと。あ、印ついてるね。硬い石、どかどか斧、毛皮とか。じゃあなんか防具になるのか。なになになに、石用の長老。え、なんか違う違う違う、どっちがいいってこと。右は防具か。いや、ちょっとまだ武器だな。ええ、ちょっと、木の棒は3つある。まあ、とりあえずいいや、これだけで。なんか何が作れるのか分かんねえから、まあ、まず骨をドカドカ斧にして、攻撃銃めちゃくちゃ上がんな。物理攻撃力。ん？攻撃銃。物理攻撃とか。ちょっと攻撃と物理攻撃力の違いは分からん。一応でも木の棒とか装備できるね。こいつ装備できねえじゃん。なんか装備させようかなって思ったけど、毛皮3か。一応せっかくだ、毛皮にしとこう。今裸だからな、こいつ。今まで裸で過ごしてきたから、ようやく服を着るということを覚えた。毛皮は暖かい。今別に寒そうじゃないけどね。で、ここは入れないのかな、うん、ダメ、あっち。くそ、新人に厳しいぜ、この世界は。命令されるかまま動かなければいけないのか。長老、俺は何をすればいい。匂い嗅いで、なんかいるよみたいな。獲物、敵か。肉ゲットしたよ。こいつ強い。やるな。しかし自らの行動をもって手本を示す。これぞ上司のあり方だ。ちょっと待って、分かんないんだけど、もう一回話す。あ、ちょっと待って、もしかしてもう一回説明が来たらめんどくさいな。あいつはもう肉取ったから合格なのか。ひどい。こいつなんなマジで。ゴリとか、ワイ押せって言ってる。匂いを嗅ぐ。はい、あ、だから長老もなってんだけど。ちょちょ、え、なになになに、は、なになになに、これ敵とは違うの。鹿、メス、どこ、ボコボコ、ドカドカ、蹴りか、あれか。まあ、とりあえず殴ろう。くらい40。まあまあ強い気がする。いやしか強んが、うほ、変顔で惑わす。これでいいや、攻撃しよう。ゲー、まあ、レベルが違うからな。お、いいねいいねいいね。経験値が入るってことはそれなりの戦闘があるな。おお、肉、骨肉を手に入れた。これ何これ、じいさん肉手に入れても、もういいんじゃない。え、も
もっと手に入れろってこと？なんか今2回やったから2個くらい手に入れろってこと？じゃあしょうがねえ、行くか。あ、それで？ちょっと待って待って待って、消えるんだよな。やって接触しなかったから、ドカドカやってみる。ヒット数2。お、強っ。1ヒットが強いんだけど、獣の角ヒットポイントめちゃくちゃ上がるな。レベル1上がるだけでこれ全然違うぞ。で肉ゲット。もうちょいじゃあ行くか。あいつも倒すか、せめて。ん？はてな、もしかして強敵？え、なんだこれマジで。はてなになってさ消えちゃうんだよね。なるでしょ。なんか言ってた今。たくたく手に入れた。あ、アイテムがあったっていうだけ。ないな、もうこっち側に行くか。これさ、匂い嗅いだらさ、どれだけ匂いの効果が続くのかが分かんない。何も言った。しか、あ、これちっこい煙みたいなやつ、遠いんですけど。まあいいよ、この蹴りで終わらそう。人々55 12。まあゴリも経験値は入るね。もう1レベルくらいなんか上げたい気がするんだよな。万全を期して、お、長老のもとへ帰ろうって言ってる。ちょっと万全を期して次へ進みたいからな。あまり危険な行動は犯したくない。骨、とりあえず匂いを嗅いで。こいつは、あ、アイテムだな。ここら辺に多分あるな、毛皮。もう一回匂い嗅いどこ、一回やったから。あ、そう、ここ、あ、ちょっと先じゃんこれ。倒す。しかも煙動いてるけど、なんか絶対そこにあるっていう感じじゃないな。レベル3にしたい。もう一回戦えばレベルアップする。まあ、肉も手に入るし。いや、分かってるよ。さあ、ここはアイテムどこだ。ここか、硬い石。あー、なるほど、硬い石だったらなんかもっといいの作れそうだな。ただの石とは違って、これ多分長老だよね。そうだよね。でもある程度近くにあればもう煙が発生するんだな。いけねえし、もう全て取り尽くしたか。これ刈り尽くしたらもう敵とかは出ないね。新たにアイテムがあるわけでもない。まあおとなしく帰るか。じゃあ取り逃しはまあなしとして考えよう。こいつ門番か、大変だな。で、あのさっきこれ光ってねって言った、その鶴みたいなところで光ってねって言ったのあれだ、ロード画面だ。ロード画面のキラキラキラっていうやつだ。あれ？なんか目的地こっちになってんな。どこへ行くんだ？これ自分の部屋だぞ。なんかもういいのかな？肉は自分で食っていいよっていう。現金のやつめ。狩りを学んだ一日でした。
別に戦闘の後ヒットポイント減ってるわけじゃないからね。なんかあんまり寝るっていうのも意味はなさそうだけど。やつがいない、逃げた。こっちだ。裏切り者は許さん。確実に始末する。今ゴリッと戦ったら絶対負けるよね。でもなるほど、そうは言っても次の目的地がマップで示されてるから別にいいんだよな。いた。あれ、なんだ。まあいい、とりあえず起こそう。鉄拳。え、ここにいたやつは何だ。一応怒られる。でもさ、ちょん、さっきのやつちょんってここにいたのがちょんってできない。まあいいや、もうめんどっち。もともとできないのか。あれ、また目的地がこっちになってんな。で、あ、骨。ああ、ここに逃げ込んできたのか、お姫様。こっちじゃなかった。何回やるんだよ。結局同じとこかよ。あれ、嘘、いない。どこだ。奥行けなくない。だってえ、ちょっと目的地もないしさ。あの奥は触れないし。なんだこれ。いや知らん。あ、匂い嗅げってこと。そうか、忘れていた、匂い嗅ぎシステムをやってやろう。で、鼻の匂いがすると。わかんねえよ、なんだよ。持ってなかったらどうすんの。だって毛皮でもあげる。え、木の棒。いった。しょうがない、毛皮あげよう。ちげえし。じゃあ骨、骨で返された。何なの。獣の匂い嗅いでもだって分からんでしょ。あ、肉。でも肉ってなかったよね、選択肢に。ちょっと待って、あそこに肉パクるか。じゃあこれパクって、さっきさ手に入れた骨肉って全部回収されたの、もしかして。そうだ、しょうがない、骨肉あげるか。食え。あ、置いていくだけ。こいつ仲間になったらなんかさ、遠距離攻撃で骨投げてくれそうじゃない。まだだ、いちいちこれマップ変えなきゃいけないの。どうだ、お腹いっぱいか。
こいつは何者なんだ。どこかのお偉いさんか。めちゃくちゃひれ伏してる。王としての器か。なぜ。こいつは何歳なの今日。お前どうした。大丈夫か。行くぞ。仲間は多い方がいい。これ名前とかレベル1か。一応木の棒は装備してんだ。ただの棒。こいつもただ裸だ。女性なのに。スキルフォーメーション、フォーメーションとか使ったことないんだけど。名前がわかんねえな。誰も名乗ってくんなそうだしな。一回帰るかじゃあ。いや、俺の寝床2人しか寝るとこないよ。え？てかさ、なんでさ、俺のところにさ、こう門番みたいなのがいいんだよ。いっつも。囚人じゃないんだから。これ別に匂い嗅いでもしょうがないよね。ここで一晩明かすのが一番いいよ。藁の中で。これはこれで怪しいだろ。あ、藁を持ってきたよっていう。じゃあおとなしくここで一晩過ごせや。まあ行くか。お邪魔だ。どけ。俺の部屋の前にいるの。女の子に譲ってやれ、ポーリー。え？かわいそうだろ。そうなるよね。どうぞ。いやでもさ、なんか男とゴリラが寝てたところにさ、寝る気にはなれないの。だったらまだあの藁で寝てた方がよくね。藁でも敷いて。しかもくっつけてるし。別に個別で寝てるからさ、大したことないよね。いなくなってるし。いや、わかるだろ。でも藁はあそこに移動してるな、うん、どこ行ったんだ。という感じで原始編スタートしました。まあなんかそれなりに長い話ではありそうな気はしますね。まあ、レベル的には多分そこまですごい高いレベルにはなんないと思います。なんか全体を通してそんな気がする。なんか10レベル行くか行かないかくらい
で終わりそうな感じですね。というところで、原始編の第1回目はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。